0-5 で負けた試合を思い出しますけどもね、はい、そういうのもあってですかね。なるほど。さあゲームが始まりました。かわした、左に泉、右にエメラルド、土井がエメラルドに預けてシュートでいった、泉がいけた。これ土井がこうドリブルで仕掛けるんですよね。でここで打ってもいいと思うんですよね、はい、でも確率のいい方、ここは相馬がうまく体を入れて吉田、ここでボールを奪ったレオシルバからニアでいくシュート、ここも決まった。荒木 J1 2点目、高卒ルーキーの荒木が決めました。0-2、鹿島アントラーズリードを広げました。そうですね、ここで奪ってからですよね、まあ、自ら荒木が奪ってでワンツーですよね。でこの最後のとこリードを許しているホームの名古屋ですが、フィッカレンティ監督ハーフタイムでは冷静に取り戻せるから我慢して戦おうということでした。ここは金崎、シャビエル、なんとか残して相馬、いい中リターンあったか、シュート決まった。後半立ち上がりの4分、稲垣にゴールが生まれました。稲垣のシュートでしたよね、はい、犬飼のところに当たってますもんね。そうですね、ここでフレクションして一回相手にタッチしてますよね、はい、もう早く反応したのは稲垣なんですよね。そうですね、こう選択肢に入ってますね、入ってると思いますね。あっと止めた荒木、遠目からシュートモーションに入るか、土井を使ったマイナスのボール、左足シュート、ランゲラックの下決まった。1-3、2試合連続のゴールとなりました。土井してから3人目の動きからこうちょっとクリア小さかったんですよ。こうやはりこう荒木がしっかりとこう、ね、周りの選手見ながらいいパス、関川がファーで手を挙げている、その関川のところに行った、折り返してその前相馬、エメラルド、泉サイドですよね、遠いところを狙って折り返しからですよね、はい、非常にこう面白かったですよね。いや、やはりこう遠藤もこうこの時間ですよね、時間を使 う、こうファールをもらうというところですよね。そのうまさですよね、はい、さあ上田のシュート、変わって入った上田綾瀬、山崎、金崎、少し変化があってここで押し込んだか、うわっとここはクロスバー、山崎のヘディングシュートは惜しくもクロスバー。